どうも、キネガイマドです。おはようございました。はる。ビッグダーティー汚え塊じゃねえというわけでですね、今回マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。おというわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでおります。うわっふわっふわっナイスですいやー、ミスター関、大きな男だ。男じゃねえか今回の都市伝説は、世界で最も著名で、数々の予言を言い当てているババ番組。彼女は、2023年の予言も言い残している。というわけでですね、今回そのババ漫画の予言について触れていきたいと思います。ババ漫画とはブルガリアの予言者で、その的中率は 75%から85% と言われており、これまで第二次世界大戦やソ連崩壊、アメリカ同時多発テロ、東日本大震災、そして現在のパンデミックをも予言者として知られているので、バカバカおめえの周りだなそして2023年、まず一つ目の予言が、大国が生物兵器の研究と実験を行うという。それは数十万人もの人々が死に至るほどの生物兵器であり、人々はコレラやセンペストなどの病気を引き起こすウイルスを注射されるというの。違う、あ、そうよ、ババババレンシアガ、もうラッパーじゃねえそして二つ目の予言が、星が爆発し5年間空を照らすというの。これは星の最後である超新星爆発を表していると考えられ、オリオン座の左上に赤く輝くベテルギウスが近い将来に超新星爆発を起こすのではないかと何年も前から言われているので。それ UFO じゃないのタブーだろしかしベテルギウスの爆発は10万年後という研究や150万年後に起きるという研究もあり、いまだ謎に満ちているので。または太陽フレアのことを表しているかもしれない。なるほどね。そして EMP、 キム・ジョンウン自体が EMP 兵器だぞ。嘘だろそして3つ目が、宇宙人が地球を攻撃するという予言。宇宙人が地球を侵略するために訪れ、全ての地球人のうち1万人だけが救われると予言してるのね。近年アメリカ国防総省や日本の防衛省が UFO の存在を認め、各国が宇宙軍の創設を急いで行ってるのよ。これは宇宙人との戦闘を想定している可能性も考えられるけども、本当の目的は大国による宇宙空間の覇権争いなのね。今後の戦争の舞台は宇宙空間にまで進出するのよ。負けねえか、負けねえ、武器持てよお前そして4つ目が、2023年、世界の複数の主要都市に大陸間ミサイルが墜落し、30億人もの人々が死亡すると予言してるのね。もうね、各予言者の証言によると、もう毎年日本に巨大津波が襲ってるんだよ。もう日本削れちゃう喜ぶよさらにその後に起こる核の冬によって食糧危機や資源を奪い合う紛争が起き、放射線による被爆や伝染病によって50億人が命を落とすというのよ。そして予言はこれだけでは終わらず、全ての海洋種のうち 96%、 陸上脊椎動物の 70% が絶滅するといい、生き残るのはカブトムシ、サソリ、クマムシ、極限環境微生物、ショウジョウバエのみであるというのね。友達だてめえもカウントだなそして5つ目が、人間の生殖は人工的なものになるという予言。2023年から自然分娩は禁止となり、人工子宮を用いて生殖を行うというのよ。そして一部の人間のみが容姿や性格、知能や運動能力を自由に設計できるデザイナーベイビーを作ることが許されるというのね。いいね、核戦争が起きたらさね、もう人間っていうのは2人しか残らない。おお、そうだ、クマムシのお二人、そしてその二人が人工子宮で新たなデザイナーベビーを創造する。真剣に語るよそして6つ目が、人間は吸血鬼に変わるという予言。それはウイルスによるもので、感染すると宿主の遺伝子構造を変え吸血鬼に変わってしまうというのね。現実的に人間が吸血鬼になるなど到底考えられないけども、感染するとまるで吸血鬼のようになるという比喩的な表現なのかもしれないので。そして7つ目の予言が、鳥ウイルスが人類を襲う。2023年は鳥を媒介とする危険なウイルスがパンデミックを起こし、これは人間間でも感染する危険性があるというので。これからケンタッキーでしょ、死んだじゃねえかそして8つ目の予言が、大震災で世界が揺れる。その影響は世界中に及び、火災、地滑り、そして20メートル級の巨大津波が太平洋沿岸の地域を一掃するという。ほらね、今年も来たぞ。いい、今回は地球全体がバモスするぞ。使い方違えだろそして地震は日本、ニュージーランド、オーストラリア、ロシア、太平洋の島国など幅広い範囲に被害が及ぶというのね。そして最後の予言が、人類はサイボーグ化する。人間と機械の融合、
トランスヒューマニズムが進む年になり、サイボーグ化するのは手足だけではなく人工臓器が登場するというのね。そして人類は永遠の命を手に入れるという。風邪ひくなよお前が風邪ひくな